こんにちは聞くを楽に変える経調教育課の岩松正文です今日のテーマは経調力を上げる日常的な考え方という話をしたいと思います経調力を高めていくときに何が必要かいろんな要素があると思いますまず知識がないといけないですよね経調が何かってわからないと経調を高めることはできないですねそれから練習技術スキルのトレーニングこれももちろん必要になります しかしもう一つ大事なものがありますね。そのの知識や技術を使うのは人間私たち自身ですで話を聞きにくい時っていうのは知識が足りないからあるいは技術が足りないから聞きにくいというよりは何か心が動きすぎてしまうから聞きにくいんじゃないでしょうかイライラするとかね口を挟みたくなるとかあるいは興味がない話だと気持ちが引いてしまうとか。 つまり気持ちの自分の中の気持ちの動き方によって聞きやすさっていうのは変わっていくわけです。つまり傾聴する時にはですね知識や技術だけではなくて自分自身の傾聴マインド、まあ、心ですねこれが整っているかどうかっていうのもとても大事な要素になってくるわけです。そこで今回は その傾聴のトレーニングをねあえてしてる最中ではなくて日常的に自分の傾聴マインドをどういうふうに整えていったらいいかそのお話をしていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは傾聴についての深い話をしていきますのでよろしかったらチャンネル登録をしてください。ということで何か気づくことってあるじゃないですか。 うんまあ、いろんな場面でですね例えば自分の失敗あれ失敗だったなと自分で気付くねあここはちょっとダメなとこだったから次はよくしなきゃと反省をするとかあるいはねそっかそっかあれはこれが原因で失敗したんだなって原因に気付くとかねあ自分はここが足りないんだなって不足してるものに気付くとか自分の欠点はここだっていうふうに自分の欠点に気付く。いろんな気づき っていうのがありますよね。でまあ、特にどちらかというと、ちょっとネガティブですね。ネガティブな気づきダメな。自分とか。うん、まあ、いい。自分にも気づいていいんですけど、ネガティブな気づきがあった時という過程で話を進めていきたいと思います。そんな風にネガティブな気づきがあった時に、じゃあ皆さん普段自分に対してどういう態度をとってるでしょうか？ またねこの自分への態度って表現があまりにも新鮮だって方いらっしゃるかもしれませんかね。自分への態度っっててすする人にとっても大事なんですよねでよくあるのが自分への態度悪いネガティブなものに気づいたら改善とか向上させようとあるいは修正させようとこういうふうに思う方って結構いますよね。でこういう方はですね傾聴するのにはあまり向いてないです。 何かに気づいたら改善とか向上させようっていうね、えー、こういう思考はね傾聴とは関係がないんですよ。しちゃいけないかどうかは別として傾聴力を高めるという点で言うと傾聴には関係がないんですね。じゃあ をするというのは例えば話聞いてる時に傾聴するっていうのは気づいた時に相手に反省させたり指摘したり改善を促すことではないっていうことなんですけどもじゃあ日頃から自分がね何が気づいた時にどうするべきかっていったらこちらですね。何かに気づいた時特にネガティブなものはなおさら何かに気づいた時ほど自分を傾聴してください。 反省すするんんじゃないんですよ改善するんじゃないんですねその失敗している自分うまくできない自分の心を寄り添って傾聴してあげましょうっていうこういう習慣を育てていくと傾聴力っていうのは上がりやすいんですよね。はい、じゃあ自分を傾聴するってどういうことなのってこちらですね自分を受容するっていうことです。 うななずきあいじすするんじゃないですよね自分に向かってうなずき相手しても繰り返ししてもしょうがないんですけど自分を受容しましょうってそっか私にはこういう,う欠点もあるんだないい悪いで見ないってことですねいい悪い思考で見ないとねそんな私でも大丈夫なんだよそんな私もそれでもちゃんと生きてる価値があるんだよ需要をする、ね、それは直すべきだ そこは改善すべきだ。直せば良くなるよ。で違うんですよ。改善じゃないんですよ。受容するんですね。それから、自分への共感的理解。そっか、今、私は自分のことを責めたいと思ってる。自分はダメな人間だって思ってるんだね。そそのののできなかった自分そのもの だけではなくて攻めようとしてる自分そのものに共感的に理解をしていくああ今自分はダメだと思ってるんだなあってそうするとですね少しこう間が取れますね感情にぐるぐるね私は直さなきゃっていうこう感情ぐるぐるモードじゃなくて私は今自分を責める気持ちもあるんだなってね。ですから自分を継承していく原因を突き詰めるんじゃないですね 失敗を責めるんじゃないですねどうして失敗したんだろうそっかそっかあの時私はそれに気づくだけの余裕がなかったんだそうなんだよね別に悪気があったわけじゃないけど余裕がなかったんだよね気をつけろって言われてもできる状態じゃなかったんだよね需要と共感ですね、うん、ああそこダメだってわ今思えばダメだって思うんだけども あの時はやりようがなかったよね、共感的理解。これを自分に対してやっていくというのを日常的にされていくと、誰かの話を実際に聞く場面になっても、経調力を発揮しやすくなります。はい。それはなぜかといったら、日常生活の中で自分に対する経調の態度が身についてきていれば、 それを人に対して使ううというのはくなってくるからなんですねですので何で自分への傾聴がいいのその理由は自分を傾聴する力イコール他の人を傾聴する力と全く同じだからだよって多くの人はここだけやろうとします。とにかく他人を傾聴したいんです寄り添いたいんです。ね。だけど自分を 需要も強化もできてない自分を傾聴する方法すらわからない人が一体どうやって他の人を傾聴するということができるんでしょうかあるいは何をもって傾聴ができてると判断することができるんでしょうか基準がないです,よ、ねえー、ですからこっちが先ですこっちが上がるとこっちが上がる。 他人が上手に傾聴できるようになったら自分が上手に傾聴できるようになるんじゃなくてまず会議から会議より始めようっていうよく言いますけど自分を傾聴する力が高まれば他人を傾聴する力も高まるじゃあ傾聴する力っていうのは、まあ、逆向きに説明しますけども自分を日常的に受容し共感的に理解していくっていう自分への態度を うんまあそれはねえっ、ー、とまあ、具体的に言うといろんなこう細かいワークとかあるはあるんですよね。その人によってその自分への態度っていろんなのがあるのでもう感情が全く凍りついてる人もいれば逆にですねもう感情がこう,もう爆発しちゃうモードの人もいますしね人によってその課題っていうのはもちろん違うんですけども総じて言えることは気づいた時に 反省とか改善とか、自分を責める。あっちゃ私ダメだって、こういう思考に多くの人がなるんですよ。で、そういう人は傾聴、やっぱ苦手ですよね。です。傾聴っていうのはそうじゃなくて、気づいた時は直すチャンスじゃなくて、気づいた時は自分を傾聴するチャンスなんです。これは人の話を聞くときも一緒ですよ。あ、この人、もうちょっとこうすればいいのにな。あ、この人、ここが問題の根っこなんじゃないかな。 気づくことってありますよねその時に未熟な傾聴をする人っていうのは指摘したくなるんです気づかせたくなるんですね相手が気づきたいんじゃなくて気づかせたくなるわけですね、こういうメマんじゃないかなね、相手はどういう気持ちだったと思うのって誘導したくなるわけですねそれは改善とか向上をしたいという習慣が自分に染み付いてるからですよねだから気づいた時は自分の 言いたい気持ち悪いというふうに自分自身でよく思うものこれを受容し共感する癖がついてくると誰かがですよ気づけずにいる気づけずにいるとか違う方向に気づいてしまうとか間違った方向に行ってしまった時もこの方は今気づけない状態にいるんだなこの方は今はこれを大事にしたいという気持ちにいるんだなっていうふうに 他人に対する需要とか共感する力っていうのが発揮されやすくなるわけですねだから自分の態度がね反映されるだけだってことを今日はここで知っておいていただけるとお えー、まあ、練習するのも大事だし知識を蓄えるのも大事なんだけど最後にものを言ってくる最後のねボトルネックになる部分っていうのは自分への態度が傾聴的であるかどうかっていうのが最後ものに全部出てきますのでね是非傾聴力を高めたい皆さんは気づいた時は直さずに気づいた時は自分を傾聴する。 というね。こういう道を選んでみてください。そうするとね。ぐっと傾聴力が上がってきますのでね。楽に聴けるようになりますよ。それでは今日の動画が参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さよなら。